次に塩崎康久君。塩崎君。委員長、自民党の塩崎康久でございます。今回予算委員会でも繰り返しマニフェストの総崩れというのが言われてまいりましたが、これまでの指摘されてきたマニフェスト違反については大体財源根拠がなかった、それで倒れちゃったというのがほとんどでありました。今日取り上げる案件は、事例は、正しいことをマニフェストで言っていたにもかかわらず、言ってみれば霞が関の組織の防衛のための論理で、その正しい政策を捨てて180度中身の違うことを言い出すと、そういう意味でのマニフェスト違反の事例を取り上げたいというふうに思っています。それは、私は福島原発の事故で長い間住み慣れたふるさとの自宅の生活を諦めざるを得なくなった16万人の方々をはじめ、放射能汚染で子どもたちを外で遊ばすこともできないようなお母さん方、そしてまた風評被害で商売に大きなダメージを受けた全国の方々、さらにはこれまで震災以来ずっと支援をしてくださった海外の政府や、あるいは NGO や、そういった方々、私はそういう人たちに対する裏切りではないかというふうにすら思っていますし、また外国、国際的な、言ってみれば社会のルールにも背を向ける、そういうことをやろうとしているわけであって、私は許しがたい責任放棄ではないかというふうに思っています。これが、これだけ深刻な事故を、原発事故を起こした国家がやることだろうかというふうに憤りすら私は実は覚えているところでありまして、でそれもよくよく調べれば、霞が関の言う通りになる野田内閣とよく言われますけれども、結局、霞が関の組織防衛の論理で、そのために大目的である二度とこのような事故は起こさないという、その政策目的を捨ててしまって、それで、このようなことをやって、今回の原子力規制庁法案というのが出てきた、私はそのように思えてならないし、また被災者、被爆者、避難者、私はそういう人たちに対して失礼ではないかというふうにすら思っております。そこでまず総理、資料の1ページ目にマニフェストがあります。何度か聞かれていると思いますが、ここではっきりですね、国家行政組織法第3条による独立性の高い原子力安全規制委員会を創設するというふうにインデックスに書いてあったわけだ。それを今回はそれを否定して外局というのでいきますと、こういう話でありますが、中身についての反論はもういりません。これはまごうかたなきマニフェスト違反だということをイエスかノーかでお答えください。野田義彦内閣総理大臣。資料にも書いてありますが、これインデックスです。マニフェストには書いておりません。インデックスというのはその年までの議論の集大成を書いているということだって、これを外向けに選挙の公約として言っているわけではないということ、違いがあるということをまず一つご理解いただきたいと思いますが、でその上で二度とこんなことを起こしてはいけないという思いは、これは間違いなく我々は塩崎議員と共有をしています。共有をしているから申し上げますが、2009年の段階まではこういう委員会方式を我々も考えておりました。だけれども、昨年の3月11日の原発事故の発生と、それに対する対応ということを考えたときに、緊急時に対応を責任を持って行うには、内閣から独立した合議制の委員会形式ではなくて、内閣の責任の下で迅速な意思決定が行われ、適切に危機管理対応が行われる。そういう形態の方が望ましいという判断をしたということが、今回の最大の原因でございます。塩崎君。中身は聞いてないと申し上げました。インデックスはマニフェストではない、約束ではないと言っているのに等しいことをおっしゃったんで、びっくりいたしました。それと、結局、インデックスにしても、マニフェストにしても、やってみたらうまくいかなかったということは、
やってみたらうまくいかないことがいっぱいインデックスにも書いてあるねって、こういうことを自らおっしゃったということを私は申し上げたいと思います。そこでその下に3回議員立法を出されておられます、民主党さん。でここは平成12年、14年、15年、まあ、今回の震災で心変わりをしたということでありますけれども、その時までに、まあ、3回出しているのは、全部参上委員会案で議員立法を出されております。3回とも賛成されている方がこの中に、岡田さん、藤村さん、安住さん、枝野さん、そして現場さん、古川さん、これだけの方々、6名が3回とも賛同者になっています。それから2回なっている方もこの中におられまして、1人は細野さん、細野大臣、それから野田総理、あなたも2回賛成をしているんです。ですからさっき申し上げたように、結局、危機時に機能しないものをやってしまったということをおっしゃっているように聞こえるわけでありますけれども、平野 文科大臣、あなたは賛成者だけではなくて、提案者に3回ともなっているんですね。よほどですから参上委員会でないとダメだと思ってらっしゃったんでしょうね。ですからまあ閣議決定を今回この法律についてやるときに、どのような心の整理をつけてこの顔を書かれたのか一度聞きたいと思います。平野文科大臣。基本の考え方は先ほど総理が述べられた通りでございますが、私はあの当時、科学技術委員会もしくは文部科学の筆頭をやっておりまして、 JCO の事案が起こったときでございます。で私は常々、規制と推進とが同じ立場でものを見るということはやっぱり避けなければならないと、特に原子力は私推進の立場でしておりましたので、はい、しっかり説明しないとまた誤解を招くといけませんから、はい、そういうことで、私としては、今回先ほど総理が述べられましたように緊急時の事案が起こったときに本当に合議体の中で十分に機能できるのか、強い権限を持って初動を含めて収めていく、こういう組織を作るべきだ、こういうことで私としてはそこについては理解をいたしているところでございます。塩崎君。まあ、緊急時に本当に合議体がうまくいかないかどうかはまた後ほど申し上げますけれども、ですから、延々とやってこられたことは、実は通用しないものをやってきたということに過ぎないんだろうというふうに思います。その次の資料を見ていただきたいと思いますが、今回のこの原子力規制庁の法案の扱いは、あまりにも乱暴で、国会軽視だということを申し上げたいというために作ったものでありまして、消費者庁を作ったときは、法律を出してからできるまでに1年かかっています。で、まあ、途中で止まってたというのもありますが、問題はですね、法律をまず出した上で予算を出しているというのが常識的な形で、何の予算だか分からないものを先に出すということは普通ありえない。しかし今回は法律よりも前にまず予算が出てきた、504億円でありますが、そしてその後法律が出てきて、でさらにこれ法律は衆議院を予算が採決になるときはですね、1秒たりとも審議をしないままで通せっていうんですね。賛否を問うというわけですよ、予算について。そしてさらにびっくりすることはですね、まあ普通法案審議が衆議院で始まるのは予算の基本的質疑が参議院で終わった後、それってことはあとまあ例年的にはだいたい3週間あるかないかですよ。その3週間あるかないかでこんなに大きな法律を衆参通して4月1日スタートだと、こういうことですよね。でこれはあまりにも国会をですね軽く見すぎてませんか。いやまあ自動販売機みたいな話ですよ、これ自然に出てくるだろうと、法律がそれはちょっと違うんじゃないかと思うんですけど、総理いかがですか。細野担当大臣。この規制庁の問題についてご審議をいただきましてありがとうございます。塩崎委員が非常に自民党の中でもこの問題をですね集中的にご議論いただいているというのは聞いておりまして、
この問題の重要性をご理解をいただき、そしてこういうことでご質問いただいたことに関して心より感謝申し上げています。一言だけ、私も率直にお答えします。率直になぜこういう法案を出したのかということについてお答えをしますので、そこはぜひ建設的な議論をさせていただきたいと思っております。でご質問にお答えをいたします。自民党の委員の方から何度かご質問をいただいておりまして、ある自民党の議員の方はこの4月の発足というのはあまりに遅いという、そういうご質問をかなり厳しくいただきました。つまり極めて緊急性が高く、国際的にも国内からも日本の原子力規制のあり方が問われていてですね、その意味では最速で私どもやったつもりでありますけれども、4月というのはまあギリギリのタイミングとして、このタイミングであればということなのではないかと考えております。で国会の質疑については私が申し上げることではありませんけれども、できる限り各党各会派の方にご議論いただいて、しっかりとそのさまざまなご質問があればそれにはお答えをしたいというふうに思っております。国会事故調についてもお答えした方がよろしいですか。国会事故調の件についてもお答えした方がよろしいですか。はい、わかりました。じゃあそれは後ほど。塩崎君。私は3週間でこんなに大事な法案を通すことがいいかどうかを聞いてるんであってですね、中身の話じゃないし、急ぐ急がないの話じゃないんです。急ぐっていうのだったら普通はですね、臨時国会に出してくるもんだと我々思ってましたよ、皆さん。それを出してこないで今頃になって通常国会に出してきてギリギリに。それで3週間の審議で通せて、いくら急ぐったってですね、それは無理ですよ。それは乱暴すぎるし、そもそも国会を軽視しすぎている。で、国会事故調の話はですね、もう何度かお話が出ていると思いますので、あまり多く言いませんけど、総理、政府の決定の見直し、これつまり行政組織の在り方について、全会一致で通った黒川委員会、この行政組織の見直しをですね、提案してくれとこう言ってるわけですね、この第一条で。で、それについて政府はいきなり組織の在り方を出してきたのに理解できないと、こういうふうにあって、で政府の決定の見直し、国会における責任ある対応を求めますということでありますが、どうこれを見直しについて、あるいは対応について、総理としてお答えをいただけるんでしょうか。野田栄志内閣総理大臣。原子力の安全規制、これ、しっかりやらなければいけないことはもう間違いないんで、まず当面はこの4月1日に発足をさせていただきたいと考えている原子力規制庁で、その見直しするかどうか、イエスノーかで、その後にこれ、去年の8月に閣議決定をしていますが、当面の対応と、それから24年末を目途に、広範な検討を行うこととしておりますので、その中で、国会の中に設置された事故調のご意見も十分踏まえて対応していきたいというふうに思います。塩崎君。見直しが閣議決定の中にあるのはよく分かっています。しかし法律の中に見直すという言葉は全然出てこないんですね。ロキ法は5年の見直しに入ってますよ。しかしこの規制庁についての見直しというのは入ってないんです。そのことだけ申し上げておきたいと思います。そこで官房長官、そのうちいなくなられるので官房長官にちょっとお尋ねしますが、人事検討会議ってのありますね。やってらっしゃいますか。で、やってるとすればですね、私の時やってましたが、民主党いろいろ変えられてるんで、やってるのかやってないのかよく分かんないんですが、どのランク以上の方々を対象にしているか、そして霞が関の幹部職員の場合には、閣議決定をすると、こういう理解でよろしいですね。藤村内閣官房長官。人事検討会議、時々にやっておりまして、私、就任してからももう何回か経験をしております。これは霞が関の局長以上だったと思いますが、については、すべて、官房の中で人事検討会議を経て、閣議決定をする、こういうことになっていると思います。塩崎君。そうすると、外局の長、つまり今回の原子力規制庁の長官、これは人事検討会議と閣議決定の対象でございますか。藤村内閣官房長官。同様であると考えております。塩崎君。閣議決定にかかるということですね。はい、ありがとうございました。そこで中身に入っていきたいと思っていますが、私は今回この原子力規制組織を見直す最大の目的というのは何だろうかということを考えるときに、私は、カンナオトリスクをなくす、
これじゃないかなと思ってるんです。で、カンナオートリスクっていうのは分からない人はあんまりいないんじゃないかと思うんですけども、減災本部長、つまり総理が減災本部長になるわけですけども、減災本部長としてですね、事故の翌朝早朝に現場に行って大混乱をもたらす、スピーディーを活用せずに多くの子どもたち、福島県民を放射能にさらす、専門的知識もないのに弁当をしろ、海水注入を止めろ、浜岡原発を止めろ、玄海原発の再起動を撤回しろ、法令に定めのないストレステストを事故後3ヶ月も経ってからやれ、など支持率アップを狙った政治パフォーマンスとしか思えないようなことを次々やる。そして、さらに問題なのは、例えばメルトダウンのような重大なことが起きているにもかかわらず2ヶ月も隠蔽すると。そういう危機にあたって数々の失敗と、身勝手なことをいっぱいやってきたということで、こういうことで国民の不安を煽って、原子力政策の大きな信用失墜をもたらす、これが私はカンナオートリスクだと言ってんです。で、いや、カンナオートさんのような方は、めったにいないから大丈夫だと、こういう方もおられるんですけれども、私はカンナオートリスクを抱える政治家はたくさんいると思うんです。で、国家の統治機構っていうのは、どんなことが起きても、どんな人が総理になっても、基本は崩れないと、そういうふうに作り上げるのが、やはり私はこの立法府としての務めだというふうに思ってるんですね。で、しかしながら、残念ながら今回の原子力規制庁は、引き続きこのカンナオートリスクっていうのは続くようになってるんです、何にも変わらずに。で、これはですから、被災者、被爆者、避難者にどう顔向けできるのか、私はよく理解できない。いうのが正直で、本当にこれ失礼な話だなというふうに思っています。そこで総理、9月に国連に行かれましたよね。それで立派なスピーチをされたのは覚えていらっしゃると思いますが、そこで4ページ目の資料で、このハイレベル会合におけるスピーチというのをされています。原子力発電の安全性を世界最高水準に高めると、何をやって高めるのかというと、一つは規制と利用を切り離す。もう一つは規制の一元化を図る。こういうふうにおっしゃった。私はその通りで正しいことをおっしゃっているというふうに思っています。問題は、本当にそれを正しくやっているかどうかなんですが、総理、この世界一にするということはですね、やはり、この IAEA の安全基準というのがありますね。で、少なくとも、世界最高水準の安全性を保つためには、IAEA の基準は少なくとも守るというふうに理解してよろしいですね。総理に聞いてるの。総理のスピーチだから。環境大臣。総理のスピーチですから。総理のスピーチですから。総理のスピーチというのは非常に重いものでございます。それに基づいて、規制機関の在り方について、議論を深め、そして政府として法律を提出をしているということでございます。磯崎君。今 IAEA 基準を守ると言ったんですか。細野君。IAEA とはですね、さまざまなこれまでの議論もしてまいりました。すなわち IAEA のこの安全基準とはですね、整合性のあるものを作るということであります。委員長。塩崎君。つまり IAEA 基準は守るということをおっしゃったというふうに理解をしています。それでいいですよね、もう、うんと言ってくだされば、コックッとやってくればいいですよ。野沢内閣総理大臣。ちょっと国だけでは時間ないものですから、そうです、でもちょっとさっきのその前 の, 原発事故の発生の時の菅さんの対応は、立場によっていろいろご批判はあるかもしれないけど、少なくとも支持率を上げるパフォーマンスではなかったし、何かを隠匿しようという意思はなかったということは、ご理解いただきたいというふうに、立場によってご批判はあることは承知をしていますが、その表現だけはちょっとおやめいただきたいというふうに私は思います。で、その上で、今、大臣が答弁した通りであって、基本的には IAEA の基準にのっとって、整合的に対応しているつもりでございます。塩田君。IAEA 基準というのは実はたくさんあってですね、これはちょっと一部だけ今日持ってまいりました。憲法みたいなやつと、それにあと政府、行政に関わる部分、その他にバーッと
専門的なものがあります。その中で今回の対応で IAEA あるいは国際社会が問題にしたのは独立性という問題なんですね。つまり総理が的確におっしゃったように規制と利用を切り離す、つまり独立性のことなんですね。これは規制機関の、そこでそれが何が書いてあるかというのが5ページであります。5ページを見ていただくと、十分な権限、十分な職員、十分な財的資源、これはつまり権限が独立し人事も独立し予算も独立するといったのに等しいわけです。で、その次が大事であって、規制機関は変化する政治環境、または経済状況に関係する圧力、あるいは政府各部門、または他の組織からの圧力のような安全を損なう可能性のあるいかなる不当な影響にも左右されないで、独立した規制判断と決定がなさらなければならない。これが IAEA 基準の中で、この規制機関の独立性を言ったところなんですね。そこで規制庁の長官は環境大臣や総理からは独立をしていますか。細野担当大臣。IAEA の考え方というのは確かにこの安全基準の中に示されておりまして、で具体的に日本に対して2007年にですね IRRS というそういう調査が行われ、報告書が出ております。でこれは我々は非常に重視をいたしました。でまず一点、これは塩崎にぜひご理解をいただきたいんですが、2007年は自民党政権です。塩崎官房長官がおられた時です。その時に出ていたこの安全基準の中身を見ますと、一番厳しいのは韓国党に出ているんです。これは安全保安院と安全委員会の役割が不明確であるということを示唆しています。資源エネルギー庁から保安院が独立をしていないことについては、これは助言という形で、まあ、明確には言っていませんが、やはり改めるべきであるということを示唆しています。でそれを当時の政府は無視をしました。で我々も2年間政権を持ってますから、そのことについて責任をなしとはしません。責任なしとはしないけれども、責任を共有しているということはぜひご理解をいただきたい。その上でここで言っているですね、勧告である一元化、これをまずやります。その上で独立性の中で IAEA が一番指摘をしたのは、推進サイドからしっかり独立せよということなんです。それをここで実現をしております。その上で政治からどうかということでありますが、それは例えば原子炉に対するさまざまな規制やですね、そうしたものについては当然原子力安全庁長官は独立をして判断すべきだというふうに私どもは考えておりますので、委任をするという形で法律としてですね、明確に独立性を担保しているところでございます。塩崎君。IAEA のレビューで独立性がないと言われたことは事実ですけど、今保安院に聞いたら、これは独立性があると言われたんですという、今の皆さん、あなたの配下であるこの人たちは言ってるってことを言っとかないといけない。あなたの配下、まあいいや、どっちでもやってるから。それで、今、まあ、はっきりおっしゃったのは、独立性を持っているということをおっしゃったというふうに理解しました。細野さん、いいですね。細野担当大臣。人事という意味ではですね、安全庁の長官は、これは長官人事でありますので、規制庁の長官はこれは任命はですね、政府として行うということであります。そしてその権限は、これは、委任をされますので独立をしているということでございます。塩崎君。今細野大臣が意味軸もお認めになって、権限は移譲する、しかし人事はさっき僕が官房長官にお聞きをしました、人事検討委員会の内閣で決定をするんですね。人事が決定を内閣が決定をするということになれば、環境大臣や総理からですね、完全に独立であるわけがないじゃないですか。これは霞が関の常識ですから。罷免権はありますからね、身分保障はないはずですよ、この人にはね、安全庁長、じゃあ規制庁長官には。で従って独立性があるとは全く言えないってことですよ。で例えば環境省、環境大臣に原発推進の大臣が来たときや、総理がそもそも原発大好き人間で、やるぞやるぞっていう人が来たときの、この規制庁の長官の立場は極めて危ういわけですよね。そのときに独立性があるかっていうところが問われるんであって、人事はさっき言ったように閣議決定するんですから、これは閣議は、さっき合議体はうまくいかないって言ってるけども、
閣議こそ合議体ですからね、17人、18人の大臣が合議をして決めるんだから、5人の合議体がうまくいかないんだったら、17人、18人の閣議がうまくいかないってことになっちまうんで、そんなことあるわけないんで、いずれにしてもですね、この人事において身分保障がないままで人事権を総理だ、だまあまあ内閣、そしてまあ一義的にはやっぱり総理ですよ、そしてまあ直接的には環境大臣が持っていたら、独立性があるわけがないというのが、私が申し上げたいことで、そのために官房長官にはそれをお尋ねをしたということであるわけであります。で、ちょっと飛びますけど、8ページのですね、見ていただきたいのが8ページの資料で、これは我々がですね、今、自民党で現在検討している案です。で、これは要は皆さんの外局と違って、参上委員会でやろうじゃないかと。これをすればですね、権限は明確に独立、さっきまあ委任をしているというお話でありましたけれども、明確に独立をし、人事も国会同意人事で、なおかつ身分保障を付与するというのは普通ですから、独立性は法的に担保されているということなんですね。で、ちなみに去年の9月の代表質問で、公明党も参上委員会提案を行っていますし、社民党も前回ですね、総選挙のマニフェストで同様の提案をされていると聞いています。みんなの党も今、参上委員会で、まとめているようでありますし、まあ、共産党も反対ではなさそうでありますが、少なくとも前向きではないかなと私は思っております。まあ、そういうことで、独立性は人事上ないということは、実はこの IAEA 基準を満たしてないということだということを私は思っていまして、それで細野大臣、この独立性はですね、平時と緊急時、これで違いますか。細野大臣。まず8ページについて若干私の方から答弁させていただきたいんですが、この政府の案のあった方でですね、若干その欠けている部分がございます。それは原子力安全調査委員会というのをですね、これ規制庁の長官や環境大臣がですね、まあ、それこそこれはおかしいということがある場合にはチェックをできるような委員会としてですね、設置をいたします。で、それは国会の同意人事ということでありますので、そういった意味での国会のチェックはですね、しっかりやることができる体制になっているということをですね、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。その上で、すいません、ご質問いただいたのは失礼します。失礼します。大変失礼いたしました。申し訳ございませんでした。はい、大変失礼いたしました。申し訳ございませんでした。平時と有事でございますけれども、まず平時においてはですね、これはもうまさに炉の規制ということがですね、業務になりますので、委任をされます。で、有事において、平時においては完全に委任をされます。原子力規制庁長官に委任をされます。まあ、これが考え方であります。一方で有事でありますが、ここはですね、やはり政治が判断をしなければならないところが出てくると考えております。例えば、緊急事態宣言。これは非常に重い判断ですので、最後は本部長である総理が行いますけれども、そこには大臣も当然関与しなければならないというふうに考えております。炉の基本的なですね、例えばそれを制御することについては規制庁長官がですね、主な役割を果たすというふうに考えますが、例えば今回の事故のようにですね、自衛隊がそこに出動して放水をしなければならないということの判断、そしてそれを自衛隊に要請をする、これは規制庁の長官がですね、全て判断することは難しいと思います。またその後もですね、炉の制圧にあたりまして、例えば水を出さないようにするためにですね、遮水壁を作るなどのそういう非常に予算がかかり、そして政治的な判断を求められることについて、原発の中だからといって規制庁の長官が全てやるというのは難しいと思います。で、今回私は3月11日から、まあ、その1年近くにわたって、特に3月、4月、5月毎日東京電力にいて、あらゆる場面で菅総理のさまざまな政治判断もしっかりと受けながら、個別に判断をしなければならないことが目白押しでありました。そういったことを経験をした立場から言うと、やはり有事はですね、この規制の在り方、役割についてはですね、政府の政治の役割というのがかなり大きくなるというふうに考えて、有事というか緊急時においては大きくなるというふうに考えております。塩崎君。つまり緊急時にはこの長官の独立性はないということをおっしゃったということであります。そこで総理がですね、最終
最終権限を持つかどうかという話でありますけど、ちょっとですね、それを整理いたしましたのがありまして、10ページを見ていただきたいと思います。今、細野大臣がおっしゃったことを、かなりの部分はあってるんですけど、一番大事な部分が間違ってるんですね。何かというとですね、減災本部の、指揮分担のイメージ図でありまして、さっきおっしゃったのは、オンサイト、オフサイト、オンサイト、つまりオフサイトというのは、要は原発の外で住民避難をする、これが一番ですよね、人間を守る、これが一番でありますけれども、これについては当然、総理がですね、法務長として頑張ると、責任を持つと、これは当然です。それから、これは細野大臣が言って正しかったのは、オンサイトでも総理が やんなきゃいけないことがありますよと、自衛隊に来てもらう、射水兵器を作らないかん。その通りであります。問題は原子炉の規制にかかる部分について独立性があるかどうかというところが問題なんであって、今の政治が必要だと、政治の判断が必要だということはですね、実はさっきの IAEA 基準の、あれからいくと全く外れた話であってですね、ここの判断について、つまりこの赤い部分、赤いのはないのか、一番右下のですね、原子炉規制組織による独立式と書いてあるのは、我々は独立式があるべきだと思ってるからこう書いてますけど、言ってみれば、炉規法の世界ですよね。炉規法の世界については、ここは独立性がなければ IAEA 基準にならないと、こういうことを言ってるんです。で、今の、しかし、減災法の仕組みではですね、減災法第20条の2項というところで、総理がオーバーライドできるようになってるんですね。ですから、独立性は今ないんです。そして今度の規制庁法案 で一括出てくるものもオーバーライドができるようになっています。ですからご説明あったように、総理がこの鎮圧すること、原子炉の鎮圧もですね、やるということになるんですね。そういうことでよろしいですか。細野担当大臣。確かにですね、炉規制法を、減災法はですね、オーバーライドでできる規定になっておりますので、緊急時においては総理にさまざまな指示権が与えられます。この中でですね、例えば、今回、さまざまな汚染の調査であるとか、オフサイトで、あと健康の問題、こういった問題もですね、新たに規制庁の業務となります。さらにはオンサイトでも確かにこういう業務があり、若干ですね、このオンサイトの中でも自衛隊や消防の出動だけではなくて、例えば汚染水を外に出さないために何をしなければならないのか、これはかなり高度な政治判断になります。ですから、炉規制の法の部分とそうでない、このギリギリの線にかなり実は今回のような事故の場合はですね、この決定をしなければならないところがありまして、そこの部分は政治が判断せざるを得ない状況というのは、今回もあったし、あり得るというふうに思っております。そして塩崎委員、ぜひご理解をいただきたいんですが、減災法上はこれは確かにですね、総理の指揮権に委ねられますが、今回の事故のように地震と津波と原発事故になった場合に、減災法はですね、これは、それこそ原発事故に限定をした規定になっておりますから、総理に体験のようなものが与えられているんですが、それがですね、そのまま総理がすべて行使をできるような生易しい状況ではありません。したがって原子力規制庁の長官がいて、オーバーライドするから全部総理という一足飛びに飛ぶのではなくて、そこはですね、担当大臣がいて、基本的にはその担当大臣が判断をし、必要に応じて総理の決裁を仰ぐというですね、政治家としてしっかりと制御できる人間が一人そこに必要なんです。でそれは今回の事故を経験をして、菅総理がですね、いろいろと厳しいご批判ありましたが、全力でことに当たられる中で、総理で全てやりきるのはこれ無理だということを私自身見ておりますので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。塩崎君。残念ながら細野大臣は IAEA 基準が全く分かってないということがよく分かりました。それで、私たちはいろいろここのところの議論を深めましたけれども、例えばですね、午前3時にベントをしないと水素爆発が起きるぞと。これ実は被災地である福島の選出の参議院議員である自民党の森雅子さんからが説明に使ってた話でありますけれども、午前3時に弁当しないとダメだということを、この規制機関の長が決めた、規制機関が決めた場合に、いやいや、まだ住民が避難してないので、2時間遅らせて午前5時にしてくれと、総理は言うかもわかんない。私はそれを官能とリスクと言ってるだけであってですね、そういうことはいくらでもあるわけですよ。いや、避難してないのに、そんなことやったら、放射能かぶっちゃうよと、
こうなってしまう可能性があるわけで、だったらばやってみたら午前6時に水素爆発が起きちゃったっていうんじゃもっとひどいことになると。したがって総理がそこで2時間延ばすとかなんとかいう話ではなくて、午前3時ということをもし規制機関の長が判断して決めたら、その時点で避難できる人は避難できるようにあらゆる手を尽くすというのが総理の本部長としての仕事であり、どうしても逃げられない人がいた場合には一軒一軒、夜中ですから一軒一軒行かなきゃいけない。これには相当なやっぱり資源がいるわけですね、人的資源が。これを徹底的にやって避難をしてもらうか、あるいは出れない人は家の中にこもっててくれと言うまで、知らせるまでいてくれとか、コンクリートの中に隠れててくれとか、そういうことをやるのが仕事であってですね、本部長は3時の判断を変更することじゃないと思う。高度な政治判断だとおっしゃった。それがやっぱりちょっと、私は間違っていると思ってます。で、次のですね、IAEA の調査報告書っていうのがあります。これは6ページですね。これは IAEA の調査団が去年5月から6月にかけて参りました。そこで残していった報告書の中にいっぱい教訓とか結論とかにありますが、その中で教訓16というのがあります。これを見るとですね、規制機関が実際に事業者及びその他機関から独立し、関係当事者から不当な圧力を受けないことを保障することになる。これが政府の役割だと。政府の役割は法律とか規定でこの独立性を担保しなきゃいけないと。で、独立をして規制機関が判断しなければいけないと。そして驚くことに、その下にこれ今細野大臣が言ったことと全く逆な、これらの役割と責任は緊急時においても混同すべきではないと言っているんです。緊急時であっても独立性をもって安全かどうかの判断をしなければいけないということを言っているのでありまして、ここのところをですね、勘違いをされてないかということであるわけで、そうするとですね、さっき緊急時と平時とは違う、緊急時には独立性はないということをおっしゃいました。それは実は世界の常識ではありません。 IAEA 基準でも常識ではありません。ここでははっきり IAEA のこの報告書はね、緊急時においても混同すべきではないと言っているんです。で、これですね、11ページちょっと見てもらいたいんですが、11ページはですね、これ準備室、法令準備室、内閣官房にある法令準備室が作った紙をそのまま使ってます。原子力安全庁の仕事のイメージということで、その右のですね、アンダーライン引いてあるところがあります。事故原子炉等の鎮圧の指導というのが原子力災害対策本部の事務と書いてありますね、括弧の中で。それで、を事務局としてサポートと、主従関係から言ったらですね、完全に従の立場になるのがこの、今回の規制庁なんですね。で、これは全くさっきの報告書と真っ向から対立する考え方であってですね、これは完全にですね、言ってみれば下請けになるということになるわけです。つまり政治判断を重んじるという名のもとにですね、この規制機関は独立性が全くないというのを今回規制庁として作ってきた。だから私は被災者に失礼だし、国際社会にも裏切りだということを言っているのであって、なんでこんなことがですね、出てくるのか、私には理解できないんです。多分細野大臣は思い当たる節があって、アメリカからも言われた、IEA からも言われた、フランスからも言われた、だからこの間1月にご説明に行ったと私は聞いてますけれども、こういうように役割、責任分担が緊急時に混同されているということをわざわざ、普通国際機関はですね、主権国家にここまではっきりしたことを書きませんよ。だけどもここまで書いてるってことは、裏返せば混同してましたよねということを言ってるんです。ありますか。細野担当大臣。まずこれは菅総理、元総理の前総理の名誉のために申し上げますが、弁当についてはですね、あれは即時にすべきだというのは総理の判断でした。ただなかなかできないという状況の中で、時間が経ってしまったというのが、これが事実であります。
ですからそこはですね、ぜひ事実に基づかないご発言はですね、こういう公の場所ですので、ぜひ他でもない、もう本当に塩崎先生というのはもうこういう分野でずっとやってこられたわけでありますし、ぜひそこはですね、お願い、強くお願いを申し上げたいと思います。でその上でオンサイトとオフサイトのさまざまな取り組みってどうしてもリンクをするところがあるわけです。で減災法というのはオーバーライドしますので、確かにさまざまな権限を有事においてはですね、総理や関係大臣が持ち得ます。ただ独立性がないのかといえばそれは全く違います。弁当が必要かどうか、炉においてどういう対処をしなければならないのかということについては、これは当然規制庁の長官が独立をして、判断をしなければならないところでありますので、そこを私は独立性がないということを申し上げたということではないということを、ぜひご理解をいただきたいと思います。そしてウェイトマン氏の報告書でありますが、私もウェイトマン団長には直接お会いをしましたし、直接さまざまな議論もいたしました。報告書もすべて読んでおります。塩崎委員の引用されたところは実はかなりですね、ちょっと端折って引用しておられて、前後に非常に重要なことが書かれています。前段の部分で書かれていることを要約いたしますと、電力会社と規制機関および政府の3つの異なる役割があるので、それぞれ明確にすべきだという、むしろここではですね、電力会社と規制機関の役割分担を明確にせよということが書かれています。そしてその上でこの教訓16のところに書かれている、それらの役割は緊急時においても混同すべきではないと書かれています。従いまして炉の中の状況については独自性を担保します。そしてもう一つ、あえて省かれたわけではないと信じたいと思いますが、この後にこういうことが書いてあります。しかしそうした状況においては公衆の最適な防護を保障し、適切な情報が入手できるようにするため緊急な協力が求められる。このことは特に広範な区域にわたって、原発所外の対策措置が求められるさまざまな機関または省庁を通じてそれらを実施することが必要であるような過酷事故において重要である。これは書かれているんです。したがって独立性は大事だけれども、こういった過酷事故ができたときにはですね、政府として責任を持って緊密にやれという書いてあるんです。でこれに正確に基づいて私どもは今回の制度設計をさせていただいておりますので、これと反したというご批判は当たらないと考えております。塩崎君。細野大臣ね、まあもしできたら英語で読まれた方がいいと思います。実はね、さっきの緊急時において混同するなって書いてある次はですね、However と書いてあるんです。However っていうの。つまり混同するなと。つまり独立でやれってことですよ。However、コーポレーションは大事だと書いてあるんです。だから、そもそもね、特に過酷事故においてはコーポレーション大事だと言ってるんだけど、独立してるけれども、コーポレーションが必要だと言ってるので、だから政治が手を突っ込んでいいってことでは全くないってことですよ、あなた。逆に解釈してんの。英語で読んだ方がいい。僕は日本語と英語と両方持ってるけどね。これ英語で読んだ方がずっとわかりやすいから。However ってひっくり返してんだから。ね。そこで、そもそもね、Close Corporation って書いてあるんですよ。コーポレーションっていうのは別に英語の授業じゃないけども、コーオペレートなんですね。コーオペレートっていうのは、こう主従関係のものをコーオペレートって絶対言わないんですよ。対等のものを両方が一緒にやるのがコーオペレートなんです。だから独立性がなかったらおかしいとウェイトマンさんは言ってってんですから、あなたもう一回これ読み直した方がいい。そこでその次のね、7ページ見ていただきたいんですが、これも細野大臣が行かれた IAEA 閣僚会議6月にありました。ここの中でですね、なんとね、規制システムは政治的影響及び不当な財政的な制約がない環境において機能する必要がありね、で独立性は原子力安全の強化にとって主要な柱の一つである。つまりね、3月に事故が起きて6月にウェイトマンさんたちの報告書にも緊急時と平時と混同するなと同じようにやれと言っているいるし、ここで出てきているわざわざこれ英語でも書いてある、ポリティカルインフルエンス、政治的な影響、よほどだから皆さん国際社会から見てね、日本は政治的に物事を決めてって大混乱だったっていう認識だってことですよ、これは。ここまで言ってんだから、だからカンナオトリスクだと僕は言ってるのであって、そこのところはね、丁寧に見てもらいたい。そういうふうに、議長様に、あなたはね、あの場にいたはずですよ、閣僚会議に行って、スピーチもされてきた。だから、この話は全部あなた聞いてる話ですよ。
聞いてる話、なんでここまで政治的な影響ってことを言ったかったら、それは独立性がないからですよ、だからなんです。そこのところをちゃんと分かっていただかなきゃいけないのであって、私はですから、この今の原子力規制法案は、もう一回ですね、考え直さなければいけないんじゃないか。で、さっきのね、11ページ見るとですね、平たく言えばですよ、この平時、緊急時の話、平時は玄人に任せます、緊急時は素人に任せますって話ですから、こんなものは通るわけがないね、船が沈没しそうな時に、船長、お前どけと、緊急時なんだから俺がやるぞって政治家が出てきて、舵を取ったけど、ところでエンジンバックにどうやって入れんだいって、そんな話でね、できるわけがないのであって、そこは役割分担を上手にしなきゃいけませんよということを言ってるのであって、コーポレート、だからこれはさっきの減災本部のやり方っていうのは、こういうふうにですね、この露気法部分については独立性がなきゃいけないということを IAEA が言っているということだと私は思うんですね。そこで9ページちょっと見てもらいたいんですが、世界はどうなっているか、ここにあるようにですね、英国、フランス、イギリス、アメリカ、そして今の政府案、それと我々が今考えている参上委員会案、いずれもですね、政府の一省庁、さっき言ったように人事で独立性が怪しいということでもあり、それからオンサイトの危機についても総理が出てくるということで、一気通貫になってない、フランスもアメリカも身分保障がありますから、人事的にも守られていると、こういうふうになっているんですね。そして、総括してみれば12ページですよ。結局、IAEA 基準における独立性の要件というのを見ていくと、政府案はいずれも丸がつかない、丸がつかない、上の4つぐらいはやっぱり人事的につながっているから、いくら権限はありますと言っても無理だろう、そして他の行政というのがあります、他の行政との独立性、政治との独立性、これは大体環境省にくっついているわけですから、他の行政はだめなことは明らか、そして政治との独立性も大臣は多くの場合、政治家ですから、これもない。でそうするとね、結局、日本の法制化でもって IAEA の安全基準を守るためには、参上委員会しかないんですよ、いわゆる参上委員会しか。と私は思うし、今はやろうとしているのは結局、第二保安院を環境省に作るだけの話であって、そしてまた環境省の中にね、経産省の植民地を作るようなもんですよ。結局、何をやろうとしているかっていったら、やっぱり、この人事ローテーションのポスト確保、そして再就職の確保、そういうことで今、実は環境省と経産省の間で、人事のポストの争いと、それから天下りのですね、ポスト争いをやってるっていうふうに言われてますからね、これは。だから世界の常識からも反してるし、そして総括してみれば、やっぱり今の政府案では、官直とリスクは排除できない、全く。というふうに思うんですが、どうですか、総理。多岐にわたる質問ですから、きちっと答えてください、細野担当大臣。まず前段のところでおっしゃった、その政府とですね、規制庁の役割ですが、私がちょっと塩崎君がおっしゃっていて、若干、もしかしたら私の理解不足なのかもしれないんですけれども、私と見解が違う部分があるのかなと思うのは、あれだけの事故が起こったわけですね。あれだけの事故が起こって、事故全体の責任をですね、政治が負わなくて、どうするのかということです。で、そこは減災法務において総理がやります。そして、実際に事故を鎮圧する場合には、オフサイトのさまざまな対応もありますが、オンサイトの対応というのがですね、これが密接に関わります。ですから、そのさまざまな業務において、炉の中の技術的なことはもちろん、規制庁の長官が独立をして判断をするということは維持されるべきだし、そういう我々は制度を提出、考えておりますけれども、一方で、そことの連携において、総理としっかりとこれ連携をすると、で、大臣がそこに関与するというのは、私はこれはもう欠かせない立てつけだというふうに思っております。で、そこで、参上委員会ということでありますけれども、この制度の在り方についてはさまざま議論をいたしました。ただ一方で合議制のですね、独立性の高い組織という、これまでの参上委員会の議論の中で
この、東京電力の福島第一原発の、事故というものを想定をしたときにですね、やりきれるかということを相当我々は議論して、結論を出したということをぜひ、ご理解をいただきたいというふうに思います。はい、塩崎君、まあ、いずれにしても一番大事なこの IAEA の安全基準の根幹を外しているということだけははっきり申し上げておきたいと思いますし、委員長にですね、この原子力規制組織等に関する集中審議というのを要求したいと思います。理事会で協議をいたします。塩崎君、結局ですね、今申し上げたように独立性はないと、そして世界の常識からは反し、IAEA からのアドバイスも無視しているというのが今の現状です。そこで次の一元化ですが、もう時間がないんで、一元化のことについても13ページの資料を見ていただくと分かるようにですね、世界が大体一気通貫でやってて、総理が高らかに国連で一元化と言いながら、実はそうなってない。放射線防護は文科省、そしてアイソトープも、核石油という中のアイソトープも文科省、そして下の補償措置、これは細野さんも取ってきたかったという話ですけど、大抵抗にあって文科省から取ってこれなかったというふうに聞いてますよ。それからもっと大事なのは、スピーディーは司令塔部分が来ると言ってるけれども、平時の放射能のモニタリングは来ません。したがって、平時と緊急時って何もここで遮断されてるわけじゃなくて、続いてるんですからね、そのことを言っとかないといけない、つまり中途半端な一元化しか、霞が関の抵抗でできなかったということです。もう一つ大事なこと、ノーリターンルールの話で14ページにありますが、これ見ていただくと、片道出港7ポストのみ、これ前から僕は準備室から聞いてましたけれども、やっぱりなということでありまして、これの中見ると、細野大臣は片道出港、どっかになんかあったな、一定クラス以上の幹部職員だけだと言ってる。私はそれではね、総理がおっしゃっている規制と利用の分離というのはできないと思う。人ですから、問題は。安全、この規制庁にいるときに、出身元の経産省のエネ庁の人たちからいろんなこと言われたら、まずいなということになって、結局、戻ることを考えたら、いい加減なことが起こりうるというのが常識ですよ。で、したがって、この人材確保のためにはね、報酬で手当てするか、あるいは、活躍の場をもっとたくさん作るとかね、そういうことでないと、私はいけないというふうに思ってるんですが、いずれにしてもですね、私は一般職に至るまでノーリターンルールにしなければいけないし、再就職についても、エネ庁や経産省が使っているところに、再就職するようなことが起こるようなことは絶対に禁止しなければ、結局、総理のおっしゃっている規制と利用は尻抜けになるということだと私は思っています。そこでもう時間がないんで、あれですけれども、さっき申し上げたように、どうもこの人事ポストの分取り合戦、現役と、それから再就職、それでやってるということでありますけれども、結局、私はですね、この規制と利用の分離とか、いろんなことを言いながらですね、やっていながら、実はその利益相反をのけるというための独立性を確立するということを、やらずに、結局ですね、大目的はどこか飛んじまったと、で、参上委員会を阻止できたということでですね、霞が関の影響力が残って、霞が関は一安心しているというふうに思います。それから経産省はですね、人事や特会の資金を通じて引き続き、私は安全規制に大きな影響を残せたということで、大喜びをしているというふうに思います。で、さらに、文科省もですね、平野さん、権益維持ができて大満足だというふうに思ってるはずですよ。で、結局、トータルで見ればですね、霞が関が高笑いをして、そして世界は日本を嘲笑すると、IAEA 基準の基本中の基本、緊急時に混同するなとまで言っていることをですね、そこまで明確に言っていることをアドバイスを聞かないというのは、私はもう信じられない思いなんですね。まあ、こういうことになるのも、やはり野田内閣が官僚の言いなりになっていると、もうしばしば言われてきたことでありますけれども、そういうことなんだろうなというふうに思うんです。我々としては、今、自民党内でいろいろ議論しています。野党の中でもいろいろすり合わせをしようと思ってますし、今、議論が進みつつあります。で、結局、考えてみれば、さっきの申し上げたとおりですね、
参上委員会でないとどうも IAEA 基準はやっぱり満たすことはできない。今の現行の国家行政組織法をはじめとする法制の下でこの条件を満たすのはやっぱりそれしかない。ですから皆さん正しいこと言ってたんですよ。やってみたらうまくいかないこと分かったっていうのはそれは結局じゃあ IAEA の基準を捨てて機能だけをやりますって言ってるのに等しいんで、それは世界から全く私は認められないと思います。マダラムさん来てる なしすみません。それで私はね、細野大臣は安全保障の問題で2プラス4ならぬ4プラス4なんかで一緒に勉強会もやって、私はあなたの将来性に大いに期待をしています。そしてしたがって つまずいてほしくないんだね。それで野党の時に、私は官房長官の時にあなたから天下りの問題で鋭い突っ込みの質問を受けて、さすがだなと思いました。しかし今あなたはこの天下りの問題でつまずきそうになっているということを考えた方がいい、私はそう思うんです。だからあなたがここで失敗をしないでいただきたいし、このつまずきは単なる日本だけでのつまずきじゃないんです。あなた、これは世界的なつまずきになってしまうので、将来あるあなたのためにここはですね、もう一回 IAEA 基準をもう一回読み直して、報告書も読み直して、閣僚理事会のサマリーも読み直して、もう一回この法律を作り直して出てこないと私はまずいんじゃないかなというふうに思ってるんです。で、被災者の皆さん、そして今でもまだ放射能で心配をされている人たちにどうやっぱり、お答えをするか、それを最優先にしていったら、やっぱり世界が考えていること、そして野田総理も認めたように IAEA 基準は最低でも守って、そして世界最高水準の安全性を達成するんだと、こうおっしゃったんですから、だったらやっぱり総理にふさわしいものを作っていただきたいと思うんですけど、最後に細野大臣と総理にお言葉をいただきたいと思います。細野大臣、時間が来てますか。はい、いろいろご指導いただいてきた塩崎委員からのアドバイスでございますので、お言葉は本当に重く受け止めさせていただきます。ただその上で若干私なり の考えを申し上げたいんですが、13ページの表で言うならば、総理の時間がなくなりますから、放射線防護についてはですね、これはかなりの部分を規制庁に、移します。で、例えば研究機関であるとか、その IR、病院のようなものというのは移せないということがありますが、移します、さらにはスピーディーは完全に移行します、でモニタリングもですね、予算はすべて規制庁に計上します、ですから、ここで出していただいているのとはかなり色合いが違うということは、ぜひご理解いただきたいと思います。その上で、最後は塩崎君おっしゃったとおり、人事だと思います。でこの、2月6日の新聞はですね、事実ではありません。きっちりとで、きっちりとですね、規制機関そのものでですね、自分の力を発揮をするという職員を集めて出発をさせなければなりませんので、人事については非常にご指摘、貴重なご指摘をいただいたというふうに思いますので、心してさらに当たってまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。野田佳彦内閣総理大臣。もう細野大臣答弁したとおりでありますが、この規制庁がしっかり機能するように万全を尽くしていきたいと思いますし、一元化の話だけちょっとあえて付け加えますけど、かなり規制庁に業務を集約するために関係大臣を集めて、これは政治主導で進めさせていただきました。そのことはご理解いただきたいというふうに思います。塩崎君。いずれにしても世界は大変心配しています。 IAEA の職員からも聞きました。アメリカからも聞いています。フランスからも聞いています。皆さん、この法律では独立性は担保できないと極めて憂慮をしていることを申し添えて終わりたいと思います。ありがとうございました。